待てよ待てよ散歩行きたい人散歩行きたいんだ、ちょっと待っててよ、待てよ OK、Good job。 え、待てないの、Welcome to 沖縄面相で沖縄ハイサイハイサイハイサイグスヨチュウガナビラ。いやー、令和2年正月早々、沖縄はポカポカ陽気、半袖日和が、続いてます、いつもと違う正月、もう本当に正月、ヤギの遊び場を作って、まあ完成ではないんですけどね、どんどん作ったら次はこうしたい、ああしたいってアイデアが浮かんで、これからですね、今日はこれからじゃなくて、今日はヤギと犬と私の YouTube 発信ステージ、スタジオじゃなくてステージを、作りました。バナナの木をバックにですね、でここは高床になってるんで、ヤギたちがバナナを食べたり、ちょっとここで三線弾いたり、したいなと思います。ちょっと分かったのが、今すごく太陽が照ってるんですが、4時ぐらいになると、冬時間の4時ぐらいになると家で影になる、ここは影になる、あっちが、日向になるんでね、んこれは撮影する時には照明が照明が弱いなと、夜はいい感じかもしれませんね。夜スポットライトを当てて三線弾いたり、ちょっとイメージはここに音響をセットして、勝山の山に届くように、そんな感じで、まずは、完成ではないんですけどね、YouTube 発信ステージができたので、まず第一番目にヤギたちが気に入ってくれるかどうか10人乗っても大丈夫かどうか、なんせ、釘一本も打ったことない私がちょっと作ったんでね、ちょっと大丈夫かどうか、ヤギちゃんたち、もう私が外に出てもう散歩の時間でもあるんで、めい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 騒いでいるんで、ちょっと呼んでて、隣ですけどね、呼んでみたいと思います。待てよ、今のは待てよって言って、分かったっていう日じゃなくて、待てないっていうヤギ語ですね、きっと。待てよこれ分かったという返事だったらいいんですけどね、これともう待てないと、早くおやつをくれ、散歩行きたい、放牧したいっていう感じですね。待てよOK、 ちょっと待っとけよ、はい、じゃあ待てよ、はい。これからうちのヤギちゃんたちが大好きなトウモロコシをあげたいと思います。トウモロコシに干し草を混ぜて与えたいと思います。じゃあこれからヤギたちにおやつを与えたいと思います。はい、行くよ、はい、おやつ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 、はい、こっち、こっち、はい、こっち、はい、こっちだよ、はい、こっち、あったあった、はい、こっち、こっち側、はい、こまはい、こまはい、こっち、こっちから残ってください、こっちから、こっちから、はい、こっちから、はい、こっちから、はい、こっちから残っていくんだ、はしごあるでしょ、はしご、はい、はしごに登るんだ、はしご、まずはしご、はしごに登る、はい、はしご、こっち、こっち、こっち、はしご、こっちだよ、こっち、はい、はい、はしご、はい、はしご、はい、はい、こっち、
はしご作ったのね。はい、はしご。はい、はしご。はい、こっちから登っていけ。はい、はしご。はい、こうやってはしご。はい、はしご。ゆりちゃんもこっちはしご。はい、はしご。ペカバ。アバンペカバ。ワンペカバ。ステージ暴れても大丈夫そうだね。ねえ、バンビ降りてこない、降りてこない、バンビ降りてこない、降りてこない、バンビ、なんで降りてくるの、バンビ、なんで降りてくる。バンビ上がって、はい、バンビ上がって、はい、バンビ、かま、バンビ、はい、あ、こっちから、こっちから、あ、こっちから、上に行って、ヤギのリラックス前足も伸ばしてリラックス、リラックスしてるね、バンビー ね。ちょっとヤギの観察、こうやって高台っていうか高く台をつけると、こういるとすごい今までヤギが取らないリラックスした行動を取りますね。例えば足を、後ろ足も伸ばして、前足も伸ばして前足も伸ばしてって今言ったばっかりなのに、なんでお前これ前足は伸ばしてって言ったでしょ。前足伸ばして、はい、こうだよ、前足伸ばして、そうそう、これがリラックスでしょ。これがリラックスできるでしょ、バンビー。どう考えても、どう、どう思いますか。ほら、リラックス、リラックスできるじゃん、楽でしょ、バンビー。そう思いませんか、バンビー。姫、お前まだ食べてんの？まだ食べてる。リラックス。そろそろバンビは伏せが教えられるかなと思います。こんな風にね、リラックスよくするから。この子が、ちょっと調子の悪いみーちゃん、右側ですね。あ、竹食べてる。こうやってね、チビ同士、バンビもみーちゃんもこう、チビ同士の時は喧嘩しないんですよね。食事の奪い合いしないんですけどね。大きいのが来るともうみんな、このチーム、大きいのがいると小さいのを跳ね飛ばしますからね。特に美味しい、ヤギ飼料の時は跳ね飛ばすんでね。さあ、これはあくまでも私の観察日記なんで、正しいかどうかはこれからどんどん検証していきたいと思います。これで本当にね、下痢の予防薬になるんであれば、これは時々、時々っていうか定期的にちょっと与える必要があるなと思って、ちょっと撮影してます。ああ、大きい大きい、意地悪なヤギが来た。みーちゃん跳ね飛ばされるなよ、みーちゃん跳ね飛ばされるなよ。ああ、アイちゃんも来た。ああ、みーちゃん跳ね飛ばされるなよ。ああ、跳ね飛ばされた。跳ね飛ばされたね。
必ずこいつらチビちゃんたちヤギが食べてるとこに来るからな。